頭突きはしたが正当防衛だ。酒に酔って警察官の顔面に頭突き福岡県の自称船乗りの男を公務執行妨害で現行犯逮捕7月28日北海道苫小牧市の歩道で警察官に対して顔面に頭突きをする暴行をしたとして福岡県に住む男が現行犯逮捕されました 公務執行妨害の現行犯で逮捕されたのは福岡県に住む自称船乗りの38歳の男です男は28日正午ごろ揉め事の通報により駆けつけた警察官の鼻あたりに頭突きをしました男は飲食店で他の客と揉め事になり飲食店の関係者が仲裁しようとしましたが手に負えないので警察に通報したということです男はは警察官に頭突きはしたが正当防衛だ などととと主張しているといるうことです男は酒に酔い大声ではめくなどしていて警察は酔いが覚めるのを待ち調べを進めることにしています